口角、あげ、いつも気を使っているわ。可愛く、見せる、これよね。東京弁の渡辺です。今週ありました区市町村の有志からの出馬要請についてお伺いします。要請に名を連ねている日野市の大坪市長が会見で知事サイドから支援の打診があったとして、当初は応援の依頼だったけれども出馬要請になっていたと発言されています。知事サイドから支援を依頼されたのか、それは出馬要請というニュアンスだったのかお伺いします。知事サイドという意味がよく分かりませんけど、はっきり申し上げると私からの依頼はしておりません。でまた23区 の町の方々、多摩当初の方々とはですね、いつも意見を伺いながらしっかり連携して都政を進めてきたわけでございます。そうした中で有志の皆様方から立候補の要請をいただいたものだと私は理解しております。一月万札の佐藤さんがおっしゃっています。小池百合さん、深刻な話ですよ。そして小池さんがですね、こう首相な表情でですね、それをね、まあ、しずしずと受け取っているんですよね。うん。で、ところがね、これがね、八百長なんですね。八百長やらせ。これはね、要するに、はっきり簡単に言えば、小池さん側が仕組んだですね、八百長なんですよ。ね。まあ、ちょっと考えてみればわかるじゃないですか。こんなことやるわけないでしょう、普通。ね。こんなことやりませんよ。ね。どうしてそんな小池さんについてね、わざわざですよ。52のね、市区町村長がですよ。立候補してくださいと。ね。私たちはあなたの前世にね、感銘を受けていますね、みたいなね、ことで要請文をね、手渡すのか、その必然性が全くわからないじゃないですか。ね。ということで、このやらせ八百長であるということがですね、暴露されちゃったんですね。ね。そしてね、この構図ですね、これね、学歴詐称とね、全く同じなんですよ。簡単に言ったらね。学歴詐称もやらせなんですよ。ね。小池さんというのはね、要するに、もうそれしかね、考えるね、力がないんですよ。ね。つまり自分が追い詰められたら、やらせでも八百長でも何でも、ね、やらせてですね、やってもらって、そして自分をですね、まあ、救いたいと。そういうことですね。これをね、また繰り返してるんですよ、今回ね。これね、前回のね、この都知事選ではですよ、まさに、この学歴詐称問題でね、追い詰められてですね、そして、このカイロ大学の学長の声明をですね、自ら捏造したんですよ。捏造ね。つまり、やらせ八百長のね、最たるもんじゃないですか。それと今回ね、同じ形のね、やらせやってるんですよ。ね。この東京都内のね、52の市区町村長にね、連名の立候補要請文を出させたと。ね。これね、誰が考えたってね、自らね、自発的に出すわけないじゃないですか、こんなもの。ね。そして実際ですね、これ暴露されたわけですよ。ね。まあ、こういうことについてですね、ね、今メディアですね、メディアっていうのはね、この新聞とかテレビとかね、いつまでね、寝ぼけね、眠った眼をこすってるんだと。ね。これ、